ただいまより第9試合アダルト茶帯ミドル級8分の試合を行います。はじめに青コーナー選手の入場です。続いて赤コーナー選手の入場です。青コーナージョン・フランクル JJ イ・ジュンヒ。赤コーナーパラエストラ千葉藤田博史。はい、本戦の第9試合ですね、茶帯ミドル級8分間の試合、藤田博史選手対イ・ジュンヒ選手、日韓戦ということで、お送りしていきたいと思います。パラエストラ千葉藤田選手対ジョン・フランクル JJ イ・ジュンヒ選手、先ほどのアンテウ選手との同門ですね。さあ、黒い道着が藤田選手、白い道着が、イ・ジュンヒ。おお、うまいですね。一歩右側に一気に走りました。さあ、一気にバックを伺う。さあ、チョークか。おー、すごい。さあ、十字目の対戦か、ループチョーク。ループチョーク、さあ、いや、袖車ですね、得意なんですよね。なるほど、袖車結構入ってますよ、入ってます、入ってます、入ってます。ボリペアで、ボリペアで入ってるか、いや、まあ、耐えてるのか。あ、抜けましたね、肩抜けました。あ、でもめっちゃこだわってですね、いいっすね。あ、入ってる。さあ、クラッチがまだ続いてる限りは締め続けるか。さあ、なんとか。すごいっすね、すごいっす、すごいっす。さあ、まだつなげ、さあ、抜けた、抜けた。ハーフガードの体勢ずれたんですけど、また入れ直しました。すごいっす。さあ、まだそれぐらい入ってる、決めに行ってますね。さあ、抜けた。さあ、そしてこの2点ポイント、そうですね、はい、ちょっとこだわりすぎたか。いや、めっちゃ良かったですけど、はい、ちょっとピンチですね。脇刺されて、そうですね、両脇刺されてますね、はい、結構ピンチですね。ドラガンダ、ドラガンダ、ドラガンダ、両脇刺されても袖ぐりまでやってリテンションしましたね。さあ、どうしてもプロマッチというところで一本勝ちにこだわるところはあるのか。さあ、スタンドから再戦、再開。おお、潜っていって一気に、すごい。結構藤田選手のテンポが良くて、まあ、いい選手は結構びっくりしてるっていうか、テンポ取られてると思います。すごい。さあ、袖車やってます、はい、もう一発袖車。すげーですね、いいっすね。テイクダウンのポイントですかね。から今度は足を一歩抜いてパスか。どんどん簡単、どんどん簡単。まあ、何かやっぱりその一本勝ち、それでまあそれどおりこだわっている様子が見えますね。結構ここまで同点ですけど、精神的なアドバンテージ大きいと思いますね。そうですね、すごいアタックしてて、一回防げても袖車、それにずっと何回もされるって考えると、やっぱ下の選手、相手の選手はきつい、はい。さあ、まだ必要に狙っている状態。いや、結構入っているように見えますね。顔がいいですね。そこの走りどこを緩和하고スイッチを継続하자。まあ、あとディフェンスのも疲れるんですよね。そうですね。まあ、この ART のまあ姉妹大会といってもいいでしょうか、まあ、KIT という大会がございますが、そちらはノーポイントのサブミッションオンリーなので、
まあ、これ体勢を考えずにコットを1本取るというのは僕たちはよくありますが、今回のようなポイントもすごいですね。膝十字切り替えが良かったですね。2バースハーフ飛んで2バーのやつ、あでもディフェンスされた後が大事ですね。ディフェンスされた後が多いですね。さあこのスクランブルの体勢で今のおっさらにおアームロックになるか、シングルレッグを抱えたアームロック、なるほど、ここセンターに戻しますね。いい形で止まりました。さあ残り時間4分43秒、今シングルレッグ切ったのでかいです、ね、そうですね。シングルレッグを強引に木村で取り返したと、はい、あ体勢がね、はい、さあ腕を抱えた状態トゥイタ選手、まあ、確かにね、イージュイ選手なかなか自分のペースに持っていけてない感じはありますね。ここまでずっとペース握られてるんで、はい、きついですね。さあ、まあ、この辺の上からのプレッシャーも多分ねだいぶ強いものがあると思います。トゥイタ選手パスの3点が入ってますね、はい、ということでポイント的にもトゥイタ選手が優勢2対5。また袖ぐるまでやってます。このハーフからの袖ぐるま、なるほど、逆サイド、すごいですね。今度は足を狙っていく、すごい、この一本に対するこだわり、このテンポでリアクションされるとアタックされてもきついですね。きつい、なかなかね、まあ、自分の思うような形になれないという形ですね。藤田選手アタック切らしてないのがすごいです、はい、であんま疲れてないのもすごいです、ね、この辺はやっぱりね、グラップリング MMA と、参戦をしまくっているというところのスタミナもあるでしょうか。やってることは一緒だしはっきりしてるんですけど、はい、テンポがすごいです、はい、さあ一気にパス、さあガブってきてまた首を抱えられる。これもさっきと同じ展開なんですけど、いい選手は多分ハーフの戻し際にまた袖車入られるかもとか考えるとまたもう精神的な面では違った攻防になると思うんですよ。さあ藤田選手は右に左にとポジションを返すぞ、ギロチンで返しました。さあギロチンで持っていく、 MMA ファイターって感じ。そうですね、そうですね。さあ相手のタイダーバック、バック取りましたね。さあこれで4点、疲れが見えますね。そうですね、ちょっとイ・ジョンヒ選手がやや疲れが見えるか。さあここで藤田選手がバックステーク4ポイント献上という形で2対9。さあ残り2分55秒、ポイント差はだいぶついてしまいましたが、おそらく藤田選手は一本勝ちにこだわりたいというところでしょうか。そうですね、さあここで怒涛の攻めですね、はい、さあ2分30秒、まあ、今いい選手の手が結構遊んでる時間とかあるので、はい、選手はチョークとかパッていってもいいと思うんですけど、今とか両手触ってないじゃないですか、はい、チョークいくつフリーな感じですね、まあ、ちょっと疲れもあると思いますが、まあ、1本狙っていきたいが、さあ残り2分、さあお互いが何かのタイミングを伺っているのかじゃんか、何を狙ってるの。まあ、この形からこの組では決まらないので何か変えないといけないんですけど、まあ、多いのはやっぱチョークが多いし、まあ、もしかしたらなんか抜け際とかに腕とか狙うんですかね。さあまず腹ばい、うつ伏せの状態からネルソン、さあそして襟を持つ、さあ締めか、ハーフ上、さあがっつりと今度はマウントをかかっていくのが藤田選手、チョック들어간다、ちょっと外車です、들어갈때スイープ指導、さあ外車、あじき잡고있어、지금간보고있다、疲れ具合的な気があるんじゃないですかね今度は。さあ今クラッチが外れた、
残り時間1分、残り時間1分、まあ、もちろんこのまま安全運転でも藤田選手が、はい、ポイント優勢勝ちですが、さあ今度はスマッシュでパス3ポイント、さあ大量得点リード、さあ大量得点のリードですが、ちらっと時計を見たか藤田選手、さあ最後はどういうフィニッシュに持っていきたいのかという感じですが、さあがっちり固めて今度はまたマウント、マウントいったら多分袖車狙うと思うんですけ ど、マウントには至らないか、さあ残り5秒、まあ、このまま安全運転でポイント優勢勝ち、はい、ということで2対12、大差の点数10点差をつけて藤田選手見事勝利、終始、藤田選手がのペースで攻め続けた試合という印象ですね。すごかったですね。勝者藤田博史。勝利した藤田選手には勝利者メダルが贈られます。袖車がすごかったっす、ね、そうですね、袖車ちょっとこだわってるも見えたので、ね、最後までそこにこだわるかという感じでしたが、総理おめでとうございます。耐え切ったのもすごかったっす、試合の感想お願いします。イ・ジュンヒ選手はやっぱりハーフがすごい強かったんで、あれこういうのはすげえ強かったです、はあはあ、また応援しよう、また頑張ります、また応援しよう、ありがとうございます。選手退場、はい。